今から2分間でジョン・ウィック死闘の歴史を振り返ろう。数々の伝説で裏社会から恐れられた殺し屋ジョン・ウィック、必殺の戦闘スタイルで多くの刺客を葬ってきた。一作目、ジョン・ウィックのストーリー。妻を亡くし失意の暮らしを送るジョンは、さらに忘れがたみの愛犬の命をロシアンマフィアに奪われてしまう。彼は復讐を誓い裏社会に復帰、瞬く間にロシアンマフィアを壊滅させた。誰もが復帰したのかと尋ねる。そうだ、俺は戻ってきたぜ。続くジョン・ウィックチャプター2のストーリー。休む間もなくイタリアンマフィアから殺しの依頼が舞い込む。だが断る。そして妻との思い出の我が家は吹き飛ばされた。ジョンは新たな復讐の準備を進める一方、敵に賞金をかけられニューヨーク中から命を狙われる。それでもなお次第に獲物を追い詰めるジョン。しかしコンチネンタルホテルで掟を破ってしまう。それは裏社会を支配する組織への裏切りを意味した。 You have no idea what's coming. 誰が来ようと殺す、全員な。3作目、ジョン・ウィック・パラベラムのストーリー。ジョンの首にかけられた賞金は1400万ドルまで跳ね上がる。満身創痍となったジョンはモロッコへ飛び、かつての知人ソフィアの協力を得て禊を済ませた。 Why do you wish to live? 妻との思い出を守るためだ。しかし組織は最強の暗殺者を雇い、粛清の手をコンチネンタルホテルまで伸ばしていた。そして今、決着のカウントダウンが始まる。